にちは。ギフサッカーの重信です。演出家の土井です。よろしくお願いします。お願いします。はい。演技褒めて褒めて褒めまくるということで、晴天をつけ、第20話、徳田優晴天の霹靂でございます。よろしくお願いいたします。お願いします。はい。晴天の霹靂ですよ。行きましょうか。はい。はい、まず、2分のところ。はい。吉信さんと家持さんのところ。はい、こう、吉信さんがこう、抱きかかえながらね、会話するところがあるんですけど、うん、お互い、家持さんも苦しそうなんですけど、うん、でもそれでも、なんだろうな、柔らかいところを使っているというか、うん、体の芯に相手を入れて、うん、で、金銭に触れて、うん、で、こう、相手にこう、優しくこう、伝えていくっていう、うん、そこがね、素晴らしかったですね。うんうん、なんかもう、こう、あれですよね、その、将軍という立場があって、なんかこう、踏み込めないところから、もう最後の最後だから、うん、そこをちょっとね、割ってというか、腹を割って話せたっていうようなシーンでしたね、はい。ねえ、めちゃくちゃここうまかったですね。うん、で、8分のところ、次が8分のところなんですけど、はい、徳田優さんがですね、はい。吉信さんに意見を述べようとするところ。うん。だからもう止められても止められてもこう何が何でも言ってやろうっていうすごい強い行動でしたね、うんうん、もうね絶対に引き受けちゃいけませんっていうね、うん、ああいうのってやっぱそのそれが大切だから強い行動に出るっていう、うん、だから徳田優さんのその家、うんうん、この家がどれだけ大切かってのが止められても止められてもその吉信さんに行こうとするのから分かるっていう、うん、行動から分かるっていう素晴らしいとこだったと思いました、うんうん、そうですね、その行動でちゃんと表現してるっていうところですよね、うんうん、で次が20分のところ、はい、大久保さんと岩倉さんのところなんですけど、はい、なんでしょうねこの、うん、岩倉さんがすごく存在がこうチャーミングなんですよね。チャーミングで。で、大久保さんがすごくこう真面目なんですけど、うん、でもこれやりとりはすごくうまくて、うん、相手をこう入れているっていう、なんかね、なんかこう、変なこう、うん、パートナー感みたいなのがあって、素晴らしかったと思いましたね、ここ。全然違うけど、なんかこう、噛み合うというか、そういうところで、うん、そう、なんか良かったなと思います、うん、素晴らしかったです、はい、で、23分のところ、はい、徳田優さんがその仕事場を見回して泣いてしまうところがあったんですけど、うん、これねすごく体に響いてましたね、うん、でなんかその見渡したりその話している中で、うん、なんか今までのその個人的な歴史みたいなのがこう自分に当たってきて、うん、でそれを使ってまたセリフを言ってっていう、うんうん、すごく良かったと思いました、うんうん、そうなんかそうですよね、なんかこうねえこの一橋にね入って、うん、なんかあっという間な気がしますけどね、そう、うんうん、そうなんだよね、うん、で最後、37分のところ、はい、徳田優さんと土方さんの屋敷の前での話のところですね、うん、人生をお互いこう語るから、うん、そして自分の人生としてね、うん、自分の人生のしとして自分の人生を相手に語るから、うん、だからこう相手にスーッと入ってくるよね、うん、嘘がないというか素晴らしかったと思います、うんうん、あそこいいですよね。よかった。ね、うん、こう踏み込む前のね、お互いのこう職業のこうプライドを持ってぶつかるところから、うん、最後こう腹を割って、うん、お互い農家の出身なんだっていうのを、うん、ね、近所なんだっていうのが分かる、あそこにふわっと溶けるところも素晴らしかったですよね。うん。ね、うん、ね、これあそこね。よかったからその一瞬吉沢さんっていうのがこう消えるよね。うーん。徳田優だったもんね。素晴らしかったと思いましたここ。うん。なんかでもそうですよね。なんかそう、うん、吉沢さんなんだけど、徳田優
としてやっぱ見ていくことになっちゃいますよね。なんかこう大河ドラマずっと長い間毎週毎週特大優だっていうのを見てるからそうなんだよ。で、うん、あんだけうまく自分の人生はみたいな語るからさあそうなんだって思うドキュメンタリーなのかって、うん、なんかそうなんですよね。引き込まれていきますよね、うん、上手だった。本当に素晴らしく思いました、うんうん、あの二人のシーンすごかったですよね、うん、いや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 。そしていやね、パリにパリ編がどうですかね、わかんないですけど、パリ編が結構長いことあるのかな、どうなんだろう。ちょっとパリ編はパリ編で行ったら行ったで楽しみだね。いや楽しみですねいやいやいや、うん、パリ、まあ行くんでしょうけどね、どんぐらいその長く描くのかっていうのもなんか楽しみですよね。ね、うん、あるのかな、どうなんだろう。はい、というわけで、はい、はい、青天を衝けの第20話徳田優青天の霹靂でございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、この動画少しでもいいなと思った方はチャンネル登録、グッドボタン、コメントなどなどしていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。